はい、あのー、令和のね2年の、えー、統一のですね類題をね作ってみました、えー、あの問題をですね、えー、しっかり理解していただくために、えー、類題をね4つぐらい、あのー、用意しましたんでぜひあのやってみてください、えー、まず最初ですね図のような回路のですね正殿用路 C1 ファラッドですね。マイクロファラットの値を求めなさいという問題であります。まあこんなものはねあの別にあの計算んでも <laughs> すぐ出るんですけどね。えー、おさらいという意味で、えー、ぜひあの試してみてください。はいあの問題にねあの文章にわざと電源が100ニボルト、それから周波の電圧が60ボルトっていうことで書きませんでした。 これはね、えー、回路から読み取っていただきたいということですのでねまずあのー、並列部ですね7マイクロと2マイクロの並列部の、あのー、電圧ですねこれは60ボルトになりますのでね、えー、そうすると V1 とこれ60ボルトで50/50、えー、50になりますのでね C1 の容量は9マイクロファラットということで、まあ、すぐね出るわけであります。